こんにちは、シーバードです。今回はこちらのギターのレビューになります。フェルナンデス APG85S です。 APG シリーズ、皆さんご存知でしょうか？あまりね、認知度が高くないギターかなというふうな感じもしますけれども、もともとフェルナンデス USA で作られたギターで、日本に来たのは逆輸入版みたいな感じですかね。ご覧いただいた通り、形はですね、PRS を意識したんじゃないかなというふうなボディシェイプになっております。今回ですね、私シーバードはこちらを購入してめちゃめちゃ良かったんで、皆さんにご紹介させていただきたいなというところで今回の動画撮っているんですけれども、どういうところが良かったかっていうのをお話しさせていただきたいと思います。この APG シリーズはですね、結構いろんな種類があって、 65S で、この 85S で、100、160だったかな、4つぐらいのランクに分かれてるんですよね。有名どころだとグレーの久志さんが本当に初期の頃に使用しておりました。95年とか96年ですかね。そこからいろいろとですね、形を変えながら進化してきたこの APG65S はですね、サスティナーのライトが乗っかっていて、 85S はサスティナーのフルが乗っております。で、100、160はサスティナーはついておらず、ボディ材もね、各ランクでね、ちょっと違くて、65はバスウッドで、85がマホガニーで、100以上はマホガニーバックのメイプルトップだったと思います。で、今回その中で私シーバードが 85S を購入した理由というのをですね、お話しさせていただきたいと思うんですけれども、もともとはですね、このサスティナーにフロイドローズタイプのブリーチが乗っかっているギターないかなと思って探しておりました。まあ、その中で見つけたのがこのギターだったんですけれども、スペックを見るにつれてですね、いや、これ買うしかないなというふうな思いがね、ふつふつとですね、湧いてきまして、その理由としては、まあ、先ほどお伝えしたサスティナー、そしてフロイドローズタイプのブリッジ、そしてピックアップがハムバッカーとシングルが乗っている。しかもこのハムバッカーは VH401 です。そう、ヒデが愛用していたピックアップです。まあ、サスティナーとのね、相性がいいからっていうところで乗っかってはいると思うんですけれども、 85S もですね、進化した後はこの VH401 じゃなくなってるんで、この時のモデルがいいなというふうな感じですね。いかがですか？サスティナーがついてて、フロイドローズタイプ VH401 が乗っかっていて、センターにシングルのピックアップ、そしてマホガニーのボディというふうな感じで、それだけでも十分なんですけれども、なんと24フレットあるんです。もう完璧ですよね。僕が望むスペックを全て満たしてくれているようなギターだと、それぐらいね、思ってしまいました。フェルナンデス大好きな私シーバードはですね、このギターを最近はめちゃめちゃ愛用しているんですけれども、音もね、やっぱりいいです。もともとヒデモデルはね、よく弾いているので、この VH401 の音大好きなんですよ。それにシングルコイルのピックアップが乗っかっているっていうところで、これまたね、音の幅を広げてくれますよね。そしてサスティナーがついていて、アーム、もう言うことなしですね。本当に素晴らしいスペックだと思います。これがですね、今の時代なんと中古で4万円以下でね、買えるようになっております。ではコントロール系ご覧いただきましょうかね。これがボリュームで、トーンで、これサスティナーのコントロールですね。で、サスティナーのスイッチ、スリーウェイになっております。そしてここがサスティナーのオンオフですね。そしてファイブウェイのピックアップセレクターという風になってて、今のね、85S はですね、ここにピックアップセレクターがついているレスポールタイプですね。それはそれでね、めちゃめちゃかっこいいです。ではでは、音を鳴らしていきたいと思います。
ー。